はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル最後の波紋を受け継ぐ男、黒の試練編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーしげちですね、湧き上がる波紋、何も死ぬことはねえ、怪我すやつは許さねえを入れております。続いて高太郎ですね、最高知能怖くないぞ死神の世界、拡散ヒーローを入れております。そしてメインアタッカーですね、ナイフデュオ300年体力ブーストですね、 AT 級ブースト焼けを入れております。そしてスタンバイにはシアハですね、シルバーフェイク、援軍のスキルゲージ回復、援軍 ATK ブーストを入れております。そしてフレンドにはキラーですね、 SP キラーを迎えております。では参ります。初回開催の時には黒をずっと、攻略してたんですが、全く歯が立たずに初回開催は、終わってしまいました。一つもクリアできなかったです。悔しい思いをしました。まあ次のね、週では、他の方のね、皆さんのアドバイスなどを受けつつ、無事に、全編クリアすることができました。ありがとうございます。これはちょっとね、どうなんでしょうか。しげちが倒れてないですね。そしてしげちが倒れてなければいいでしょう。そしてナイフリオで CS です。さあ続いて2ラウンドですね。さあ行きましょう。さあ続いては、ギリ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 ですね、足りておりませんギリギリゲージが足りないってね、なっております。それではしげちで、やっていきましょう。そして接触ですね、一応接触してから、さあ今度はしげちのシーズで通しておきます。さあ今度はキラで飛ばしていきたかったんですが、これはどうだ。軌道がおかしかった。あまり考えずにやったのがいけなかったですね。さあ続いて第3ラウンドですね。
さあいい位置にいるので、もうここは安全にね行きたいと思います。滑る滑る。さあ何も考えずに行けました。ここはシゲチで、CS から落ちですかね。押しておきましょう。さあキラーで突っ込んでいきます。はい、無事に倒せました。第4ラウンド、ここが私にとっては鬼門でした。シェア波を入れるのを忘れて、と戦って、ジョータロにですね、ドキ止めで止められるというドキ止めカウンターですね、食らい続けるというのを味わっておりました。ここも CS でサクッと倒しちゃいましょう。さあ最終ラウンドです。刺激で試合します。続いてジョセフが降ってきました。ここはねもう無理をせずというか、もうキラでいっちゃいましょう。キラで倒せました。あとはシゲチが倒れないことを祈るだけです。シゲチさえ倒れなければ大丈夫です。狙われた。ナイフ残ってください。ナイフさえ残りました。 OK です。そしてなんと俺だったがキラに会ったおかげで無事救われました。ありがとうございます。フレンドのキラありがとうございます。さあここでもう CS で終わりです。フレンドさんありがとうございました。無事クリアすることができました。いや本当にね辛かったです。黒だけは本当に辛かったので無事クリアすることができて本当に良かったです。ありがとうございました。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。本当にクリアできて良かったです。ありがとうございました。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。